桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ先行するのは何か。プラダリアがかわしていきました。内から1頭スタニングローズ、外を通りましてステラベローチェ、7番アーパー、その外ルートゥエバイユ、そして6番手にリオムリフ、ローシャムパーク、白い帽子が馬込みで入れています。それからエピファニー、11番ベラジオオペラ、リカンカブールがその後ろ、16番カテドラル、それから3番ダスティエーラ、そしてもう1頭1番ミッキーゴージャス、それから離されまして早やっこ、外を通って12番キラーアビリティ、それからもう1頭ソウルオリエンス。緑の芝生は両方と発表されております。これが先頭8番プラダリアであります。まもなく第3コーナー、これを追って5番スタニングローズ、そして外からは9番ステラベローチェ、ハーパー、そしてその後ろからルージュエバイユ、6番クリゲの馬体リオムリフ、白い帽子にご注目ください。これが1番人気のローシャムパーク、その後ろでやりましょうか。14番エピファニー、内を通って11番ベラジオオペラ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。青い帽子プラダリアが先頭。さあ先頭はプラダリア、一気に押し切るか。先頭プラダリア、しかし差はそれほどでもない。スタニングローズが2番手、ローシャムパーク懸命に追う。ローシャムパークが追い込んできた。このまま粘れるか。プラダリア外からローシャムパーク、プラダリアかローシャムパークか、首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。8番、3着、11番以上のように確定しました。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。花を切ったのはプラダリア、スタニングローズ、その外ステラベローチェ、そして4番手に13番ルージュエバイユ、7番アーパー、そのうちリオムリフ、そして1番人気のローシャムパーク、なかなかいい感じ。それからもう1頭ベラジオオペラ、リカンカブールがその後ろ、そして内からは14番エピファニー、ダスティエーラ、そしてその後ろから1番ミッキーゴージャス、それからカテドラル、内を通って10番ソウルオリエンス。16頭これから向こう正面でありますキラーアビリティ、もう1頭早やっこ。もう一度先頭から紹介しましょう。これが先頭ステラベローチェ、そのうちにスタニングローズ。さあ第3コーナーに差し掛かります。前前での競馬ルージュエバイユと菅原騎手プラダリアが並んでいっています。ハーパー、そのうちからは6番リオムリフ、1番人気の2番ローシャムパーク、戸崎騎手どのあたりで動くんでしょうか。その外からは11番ベラジオオペラ、その後ろでやりましょうか。エピファニー、内を通りましてダスティエーラ、場内がどっと来ている。場内がどっと来ています。先頭坂井とセラベローチェ、内から1頭スタニングローズ、ムチが飛んだ。戸崎とローシャムパーク、いい足で上がってきている。ローシャムパーク間から懸命にローシャムパーク、これは半シーレースになりました。外からローシャムパーク、このまま粘れるか。プラダリア1着してやったり。池添健一恐れ入りました。8番、2着、2番、3着、3番以上のように確定しました。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。9番ステラベローチェが行く構え、そしてその後ろから8番プラダリア、5番スタニングローズ、その外に13番ルージュエバイユ。16頭第1コーナー右にカーブを取ります。そのうちにアーパー、白い帽子にご注目ください。これが1番人気のローシャムパークであります。リオムリフ、ダスティエーラ、外から1頭カテドラル、内を通ってミッキーゴージャス、
そしてその外に11番ベラジオオペラ、その後ろでやりましょうか。14番エピファニー、その外からはリカンカブール、キラーアビリティ、4番白い馬体、早やっこでやります。さあ第3コーナーに差し掛かります。外を通りまして10番ソウルオリエンス、前でやりますが前、9番ステラベローチェが先頭です。ブラダリアがその後ろ、それから5番スタニングローズ、外を通ってルージュエバイユ、その内からはハーパー、そして1番人気のローシャムパーク、うまくいっているんではないでしょうか。6番クリゲの馬体、ジオグリフでやります。さあ阪神競馬場は大歓声であります。先頭は9番ステラベローチェ、ローシャムパーク、まだ来ないのか、まだ来れないのか、ムチが飛んだ、土崎とローシャムパーク、先頭坂井とステラベローチェ、外をついてカーパーが来ている、ムチが飛んでいる、カーパー、この辺りで先頭に変わったか、ベラギオオペラ先頭に立った、1着ベラギオオペラ。1着11番、2着7番、3着2番、以上のように確定しました。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。ゲートが開いた、まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか、花を切ったのは9番ステラベローチェ、その内からは5番スタニングローズ、ブラダリアがかわしていきました。それからもう一頭ルージュエバイユ、そのうちにハーパー、そして6番手にジオグリフでありますミッキーゴージャス、1番人気の2番ローシャムパーク、戸崎騎手、どのあたりで動くんでしょうか。ベラジオオペラがその後ろ、14番エピファニー、そのうち3番タスティエーラ、外を通ってリカンカブール、それからもう一頭カテドラル、そしてその後ろからハヤヤッコ、外を通りまして12番ケラーアビリティ、10番ソウルオリエンス、もう一度先頭から順番に参りますとステラベローチェが先頭です。まもなく第3コーナー内を通りまして8番プラダリア、それから7番ハーパー、そしてその外にルージュエバイユ、スタニングローズがそのうちにいます。6番クリゲの馬体、ジオグリフであります。内から1頭ミッキーゴージャス、2番ローシャムパーク、白い帽子が馬込みで入れています。それから11番ベラジオオペラ、エピファニー、その後ろでやりましょうか。3番ダスティエーラ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭坂井とステラベローチェ、ローシャムパーク、まだ来ないのか、まだ来れないのか、抜けた抜けた、8番ブラダリア、ベラギオオペラも差を詰めてきている。外から1頭ベラギオオペラ、先頭戸崎とローシャムパーク、ソウルオリエンス懸命に追う、1着ローシャムパーク。当然の結果ですね。1着2番2着3番3着11番、以上のように確定しました。